グイちゃん、そんなとこ乗ったあかんやんか。降りなさい。あ、ちょ、行ってくんな。バイバイ。バイバイ。バイバイ。行くぞ、ベイビーだ。きついアルバイト、やめにして、奴隷じゃねえだろ。カモン。始まるよ。こんにちは、こんばんは。アニマルヒムロックです。オス。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いいたします。はい、今日ね、久しぶりに朝飯食べたんですよ。このコーヒーとですね、これと買ったんですよ。なんかいつもね、朝昼ずっと最近抜いてたんで、あんま食べたいと思わなかったんですけど、チロキー食べたいな思って買ったんですよ。で、今後ろの成分表を見たら442キロカロリーもある。脂質は 27.8 グラム。またリバウンドする。せっかく10キロ痩せたのにデブまっしぐら。俺は社会の子。というわけで、びっくりしたんですよね、マジで。こんなにきついんすね、これ。仕方ないっす。はい。で、今日は、とある大手のお店に来てるんですが、なぜこのお店に来たかっていうのはいくつか理由があって、3月非常に状況厳しいじゃないですか。4月も厳しいと思うんですね。で、まあおそらく設定位置に着席することが圧倒的に多いだろうということで、どうせやったらもうディスクアップで1ヶ月生活、まだやったろうかなと。そんな気持ちになってしまいまして。で、ここのお店は全部で何台あるんや ?8 台あるんですけども、その中でなんか1台すごい調子のいい台があるんですよ。こちらです。はい、というデータのディスクアップがありまして、まあそれを売っとけば、まあ全部1でしょうけども、なんとか波を掴んだ時はまあいけるんじゃないかというすごい安易な発想なんですけども、実際チョダマも1000枚まで上限出せるんですよ。まあ撮影も一応 OK いただいてますから、まああとはもうディスクアップやったらね、どこのお店でもまあ1なんで、もしなんかの間違いで2とか入れてくださった暁にはそこはもう大チャンスの日となりますし、もしかしたら4月も全部ディスクアップで行くかもしれません。ぜひコメントでご意見ご感想などお聞かせください。コメントしないよっていう人もいらっしゃると思うんですけども、よかったらコメント入れてください。よろしくお願いします。で、今日はもう3月の最終日でもう激ヤバじゃないですか。激ヤバやから本当は稼働したくなかったっていうのがまあ正直なとこなんですけど、まああと1200枚ぐらいかなでまくれますし、ラストチャンスですし、もう稼働しなければしゃあないというか、ある意味。というわけで今日ディスクアップで2000枚を目標に今日は頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。あ、それとすいません、順番がちょっと前後しちゃうんですけども、旧メインチャンネルの方ですね、あれが5月13日ぐらいにアップロードを解禁できるようになりますから、もしチャンネル登録解除しちゃったよという方は、また再度していただければ大変ありがたく存じます。パチスロはもう今見ていただいてるこのチャンネルでしかあげません。そうしないとね、またバンされてもこっちもかなわんし、はい、不定期配信ですので通知をオンにしてご登録よろしくお願いします。というわけで本日も行ってきまーす。最後まで見てください。バイバーイ。Yeah.
You
Yeah.
実践終了ということで、なんとか今月まくることができました。はははよかった。今日負けたら破産手続きしようかと思ってたの私。日本人大嫌い。破産するとこだったよ。借金地獄になるとこだった。はい、というわけで最後のこの決戦の日にディスクアップを選んだことが全ての勝因の根源となったのは言うまでもありません。やはりディスクアップは設定1でも同色ビッグさえ引ければ勝てると改めてお伝えすることができました。ほんとよかったです。今月ほんと厳しくてほんとにもうズリだなと思ってたんですが、いつもご視聴いただいている皆さんの温かいコメントによってモチベーション維持することができて本当に感謝しています。これからも応援のほどよろしくお願いいたします。よかった。というわけで3月はなんとかまくることができました。この勢いに乗って4月はこういう状況ですから、まあ、少しでも資金をしっかりと蓄えている大手の方でやっていこうと思います。はい、というわけでまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。よかった。マイド社長、今日フラフラなんですみません閉店です。また明日よろしくお願いします。うっす。